はいはい、どうも皆さんこんばんは、小田誠です。本日は皆様いかがお過ごしでしょうか。私はですね、最近グミを食べてたら詰め物が取れて、その詰め物をですね瞬間接着剤でくっつけたっていう話をですね、ちょっとしたかしてないか忘れたんですけど、したと思うんですけれども、まあ特にですね異常はなかったんですよ、その後でも。まあとりあえず歯医者さんに言っといた方がいい気がするじゃないですか。やっぱ専門家の知識をね借りた方がいい気がするわけなんですよ。でですよ、その歯医者さんに行ってきまして、ちょっと実はこういう理由があって、というかまあですね、普通にグミ食べてたら詰め物が取れまして、瞬間接着剤でくっつけたので、ちょっと見てもらっていいですかみたいな。そしたらですね、詰め物を瞬間接着剤でね、くっつけてはいけないらしいんですよ、どうやら。まあね、それはもう皆さんもご存知ですよね。私も薄々そういう感じはしておりました。でですよ、まあね、いろいろ言われて、じゃあもう一回接着剤くっつけますみたいな、そうなんか医療用の接着剤みたいなのがあるかしんないんですけれども、それですねくっつけてくれたんですよ。でもうこれで一安心って思ってですね、近所のスーパーに今ですね、ハンバーガーグミって皆さんご存知ですか。こんなようなやつなんですけれどもですね、今これがですね、なんとセットになってですね、セットってあれですよ、そのなんていうんですかね、このハンバーガーがあるじゃないですか。でドリンクもドリンクの形をしたグミなんですよ。でポテトもポテトの形をしたグミなんですよ。そのですね、ハンバーガーセットみたいなやつがですね今安いんですよ、近所のスーパーで。でそれ、うわラッキーと思って、このグミ好きやし嬉しいと思ってたんですよね。で喜んで4つぐらい買ってる帰ってきて食べたらですよ、もう詰め物がその瞬間取れて、おいおいちょっと待ってくれよと。帰ってきてからグミ食べるより歯医者で治療してもらっとった時間の方が長いやないかいとねえ、もうおそらくグミが出てきた時点で気づいたかもしんないんですけどね、皆さん。なんでですね、もう一回接着剤でくっつけましたよ帰ってきてからちょっとね、歯医者さん変えますわ。結構東京ですね、もう近場に歯医者が 3,4 軒あるんですよ。コンビニよりも全然多いんですよ。いやい、何の話をしてるんだいとねえ、もうそんなことよりもですよ、皆さんね、ナムの情報がいろいろ上がってきてますけれども、気になる機材はありましたかね。多分ですね、おそらくズームだと思うんですよ、皆さんがね気になるのはね。ただですよ、私が気になるものは違ったんですよ、ね、でもそのうちですよ、ズームの方も上げさせていただきたいんですけれども、まだですね、こちらの情報だとちょっと英語なんですよね。もしかするとこれを配信してる時にはもう、もしかしたら5種類揃ってるかもしれない、揃ってホームページに載ってるかもしれないですね。もしくは歪みだけですね、歪みの黄色いやつですか、 OD1 みたいなね、やつだけね載ってるかもしれないですけれども、私はですね、アンプがですね非常に気になりましたね。まあちょっと一旦ですね、写真の方を出させていただきます。はい、こんな感じですね。で左上がジェイクイリーモデルで、2番目が何ですかこれ、ダーティーなんとかですかね。で3番目がちょっと俺わかんないですね。で4番目があれですよね、HB のデラックスみたいなやつなんだと思います。でですよ、この右上のやつですよ、右上のやつ、このマーシャルのね、1987X のようなルックスをしたようなフリードマンってことですよ。あ、でも違いますね。やっぱりインプットが4インプットじゃないんで、またなんか別なんでしょうね。2インプットタイプの、でもサイズ感はこれ多分 1987X と同じサイズですよね、きっと。このフルサイズのマーシャルのサイズというか、フルサイズのアンプヘッドのサイズがこの左下のフリードマンの黒いやつなんですよね。で、その上のやつですよ。その上のやつが、まあこれもですね、音はいいんですよ、すごい。ただこの右寄りのルックスっていうんですかね、右寄りのルックスって、まあ、左寄りやったら許したけど、右寄りかと思って、ちょっとですね。で、その上もちょっと右寄りじゃないですか。まあ、フリードマンって基本的に右寄りなんですかね。まあ、もしかしたらこのね、デビッド・フリードマンが右寄りなのかもしれないですけどね。まあね、もうそんな話は置いておいてですよ。このね、このサイズのヘッドってすごい持ち運びは悪いっていうかね、フルサイズに比べたらすごい楽なんですよ。まあ、かといって 20W サイズ、そうですね、この左上の赤いやつがこれ 20W のサイズなんですけれども、多分 20W じゃないかな。ちょっとわかんないですけど、多分それぐらいです。で、それと比べたらちょっと大きいんですけど、まあ、この 50W のですね、この 1987X サイズって結構カッコつくじゃないですか。キャビネットの上に置いて。まあ、カッコつくからいいかなぐらいなんですけどね。そのフリードマンモデファイの 1987X をちょっとネットで見てて、あ、この音めちゃくちゃいいやんと思ったやつがあったんですよね。なんでそこから 1987X がすごい気になってて、で次ですよ、いろんなところがモデファイしたこの 1987X が、結構なんかどれも音いいやんっていうか、別に標準でもいいし、なんかなんていうんですかね、このどこが改造してもいい音になるんやったらいいやこれと思ってて、でフルサイズよりはですね場所を取らないしみたいな、かといって置いたらカッコつくみたいな、最高じゃないですかと思ってたんですよね。その矢先にこれが出たもんですからね、もう期待ですよ。これ1位かな、今んとここれ1位かな。本当はですねもう1個あるんですけどね、1位を先に言うスタイルでね、ちょっとまあいいんですよそんなのはね。じゃあ次もう1個見ていきましょう。
こちらですね、マグナトーンのですね、スラッシュのシグネイチャーコレクションってやつですか？なんか結構前からですね、これ発表されてたみたいなんですけれども、まあね、私はちょっと全然知らなかったんですよ。で、何がいいかって、このグリーンのパイソンにですよ、ゴールドの、このフロントパネル？あと、スラッシュの落書き？このね、スラッシュの落書きね、これ定番のね、定番なんか知らんけどね、よくありますよね。で、ね、またこうグリーンのパイソンに囲まれて、超オシャレじゃないですか。で、さらにですよ、スラッシュシグネイチャーって基本的に音いいんですよ。マーシャルのですね、扱いやすいところを集めたみたいな音してるんですよ。で、ね、もうハイゲインもいけるし、クリーンもいけるし、みたいな。で、ね、やっぱりスラッシュみたいな音もね、出るんでしょうけどね。てか、スラッシュって何弾いてもスラッシュなんで、まあ、スラッシュみたいな音が出るか出ないかはやっぱりね、その人の技量にもよるかもしれないんですけれども、すごいバランスがいいんですよね、シグネイチャーなのに。で、すごいいいんですけど、ただ一つなんですよ。ただ一つというかですね、まあその、私ですね、このマグナって聞くとね、どうしてもね、マグナ50が出てくるんですよ。知ってます？皆さん、マグナ50っていう原付。はいですね、こちらなんですけれども、これ原付ですごいちっちゃいアメリカンなんですよね。なんで、うわ、ちょっとダサいかなと思ってたんですけど、こう、大人になってね、見ると、まあ、当時ね、その、16歳になりたての時とかに、こう見てたら、あんまかっこよくないんじゃないみたいな、ちょっとなんか見え張っとる感ってダサくないとか思ってたんですけど、こう、大人になってから、このマグナ50見ると、結構いいなって思うんですよ。ちっちゃいアメリカンって可愛いですよね。一回私ですね、そのマンションの10階なんですけれども、エレベーターに持ち込めたら、なんかバイク買っていいんじゃないかと思ってですね、まあ、一応確認したらダメだったんですよ。そのね、やっぱり石油物っていうんですかは、一応ね、アパートマンションも確認した方がいいんですけれども、行けるところは行けるかもしれないですけどね。うちはですね、ダメだったんですけど、その時にですね、モンキーとかですね、まあ、ゴリラとか、そういうのにですね、憧れを抱いてたんですよね、その時は。まあ、今、見てもかっこいいですよね。ただですね、その、すごいちっちゃいんですよ、バイクが。まあ、それはすごいちっちゃいんですけど、ちっちゃい、すごいちっちゃいバイクで、私ですね、割と大きい方なんですよね。なんでですね、友達に、まず一回ちょっとな、自分の身長と、そのバイク乗ったところ、見てから考えた方がいいんじゃないかな、ってね、控えめに言われましてね、それで断念することにしました。でですよ、もう話戻しますけどもね、そのマグナのイメージが拭えなかったんですけど、今考えたら、その、ちっちゃいアメリカン可愛いなって感じで、なんかマグナも許容範囲になりましたね。ただですよ、このマグナトーン行くならって感じなんですよ。マグナトーン行くならこっち行きたいんですよ。はい、こちらですね、こちらのネイラーっていうアンプなんですかね、ネイラーって読むかなわからないですけど、こっちの方がね、やっぱりマグナよりネイラーの方が、ちょっと良くないですか？なんかマグナってね、どうなんでしょうね。なんか、小学館的な感じないですか、名前に。でもまあ、ネイラーならね、そういうのもない感じするじゃないですか。まあ、わかんないですけどね。でも、ただですよ。まあ、このアンプもそうなんですよ。マグナトーンもそうですし、フリードマンもそうなんですけど、このアンプもそうなんですけど、高いんですよね。ちょっと値段、ちょっとね、わかんないですけど、まあ大体中古で30万から40万ぐらいじゃないですかね。どうなんでしょう。昔だったら30万円で買えたけど、今だったら40から50するかもしんないんですけどね。まあただこれのですよ。これの音が欲しいだけなんだったらこっちでいいんですよ。こちらですね、ブッダのスーパードライブシリーズなんですけれども、なんとですよ。このブッダのスーパードライブシリーズを設計したのもですよ。ネイラーの、まあでもそれ引き継いでるかわかんないですけど、ネイラーの設計をしたのもですよ。さらにですね、ネイラーをパクったマグナトーンは、つまり多分ね、パクったというかね、まあ大体一緒だと思うので、まああんまり知りませんけどね、その辺はもうね、結構グレーなのかもしんないし、別になんかただ名前変えただけみたいな、VHT からフライエットに変えただけみたいなのかもしんないですし、ちょっとね、よくその辺を調べてないんでわかんないんですけれどもですよ。このですね、紹介させていただいたアンプ、なんと全部フリードマンが設計してるんですよね。で、まあ最後、一番初めにフリードマン話したおかげで、これうまくいった。ね、伏線を回収したってことにしましょうよ、これで。でですよ、またこれでまたループに戻るんですよ。また初めっから。また初めっから。で、また、やっぱフリードマンっていいなーって思うんですけれども、ちょっと脱線したくてマグナトーンになって、スラッシュシグネイチャーってやっぱりどんなんでもいい音するよなー、みたいな感じから、やっぱりマグナトーンやったらネイラーでいいよなーっていうか、ネイラーの方がなんかこう、なんていうんですか、今の人あんま知らなくておしゃれだよなー
って思った。でもネイラーの音欲しいんだったらブッダでいいよなみたいな。で全部フリードマン設計してるからこのフリードマンのアンプでいいやんみたいな、初めからっていうループですよもう。あー怖。ただですね、これ考えてる時ってめちゃくちゃ楽しいんですよね。なんかそのこれ楽しいってやばいっすよね。なんか本当はねもっと練習したりとかしなきゃいけないのにですよ、こういうの考えてるのがねやっぱり楽しいんですよね。で部屋のここ置いたらねかっこよく部屋見えるかなみたいな。でもそれ以前にねもう猫があの壁紙とかちょっといろんなことやっちゃってるんでね、まず壁紙直さななみたいな。でもなここにコナンポ置いたら絶対かっこいいよな、俺もテンション上がるしな、作業も絶対前向きに進むよなとか考えちゃうんですよね。もう見てるだけでこんなに楽しめるってね、もう本当に見てるだけはタダですからね。しかも音も出してないのにですよ、もうアンプなんかだってぶっちゃけ音出さないと何の価値もあるのに、音も出してないのにこんなにテンション上がるって、もうあー楽しかった。でですよ、あのもう一つあるんですよ、これ第3位ですね。第3位、1位を紹介して2位を紹介して第3位を紹介するっていう感じなんですけれど、普通逆ですよね。第3位ですね、もう2秒だけでいいから弾きたいですね。もうちょっと弾いて、はい、ありがとうございましたぐらいでいいから弾きたいのがこれですね。はい、こちらになります。ビクトリーのですね、新しいアンプですね。ちょっとね、これはだけ気になったんですよね。あれ、これかな？俺、これの写真使いたかったわけじゃないんやけどな。あれまあ、あれ、これじゃないな。ちょっと待ってな。こっちですね。これなんですよね。で、ビクトリーって、なんか高いやつ、そんな高くなかった気がするんやけどな。どうなんでしょうね。仕入れ先。でも、サウンドハウスさんですよね。今、日本だと。サウンドハウスさん結構頑張ってくれてるんで。まあ、きっとね、そんな、法外な値段ではないと思うんですけれども、これって多分あれですよね。その、ダンブル的なやつとかに近いやつなんですかね。でねってそんな皆さんに聞いてもそんなあれですよね。今パッて出されて、これってダンブルに近いんですかねって言われてもわかんないですけどね。ちょっとなんか最近こういう傾向にありますよね。そのハイゲインとかよりもこうブティック系っていうんですかね、なんか分かる人には分かるようなアピールをしたい機材多くないですか。クランチがいいシリーズね。ていうかさ、クランチがいいシリーズ多くないですか、世の中。もう本当にずっとみんなもうクランチがいいですよねみたいな、アンプの反応性イコールクランチみたいなね。ただまあね、やっぱり私がいる場所とは違う場所の方がきっとね、あのギターは盛んなんですよ。自分はですね、割とこう一撃必殺の歪みみたいなやつが好きなんですよ。なんでそのボグダーノウバーシャルとかみたいな、一撃でこれもボグダーノウバーシャルやろみたいな分かるような歪みが好きなんですよ。ただね、やっぱり世間はやっぱりクランチを求めてますからね。もうずっと昔からずっとクランチ、おーみたいな、クランチで弾きました、おーみたいなのがずっと続いてますよね、本当に。もうクランチがいいのってぶっちゃけ当たり前なんですよ。そんな真空管歪ました歪みがやっぱみんな好きなんで、それをね、あのクリーンからちょっとオーバーロードして真空管を歪ませた感じがすごいよく感じるんですよ。そんなん分かってんのにクランチがいいですよねって、そんなもう前提じゃないですか。もう大体のですね、大体のミュージシャンが大体のアンプ紹介するときに、これクランチがいいですね。もうあれもめっちゃおもろいですよ。そのミュージシャンがね、もうクランチがいいですねって言ったアンプだけを集めたらね、もうそれを縦に積んだら絶対地面抜けますから、マンションとかの。だからですね、もういつかですね、私もなんかそういうね、多分ちょっと有名になってきたとしたらですよ、この YouTube でね、きっと来るでしょう、そういうね、レビューしてくださいよみたいなのとかね。もしくはですよ、私が自らアンプ引きに行ってもいいんですよ、どっか適当なところをね。だってもう簡単じゃないですか、もうそんなん、これクランチがいいんですよって言うだけでいいんですよ、もう。で、それでもクランチでもなんかちょっと微妙やなと思ったら、もうボリューム絞ったクリーンですよ、次。わ、これボリューム絞ったクリーンがいいんですねって言ったらいいんですから、もうなんて楽な仕事、本当に世界一楽。今時ね、プラグインだってもうボリュームにちゃんとついてきますよ。ボリュームにちゃんと反応してくんのにね、リアルアンプでそんな説明してる人ほんと信じられないっすもん。なんなん、もう劣悪な環境で育ってきたみたいな。さっき刑務所から出てきたとこみたいな聞きたいっすもんね、そういう人に。まあね、第3位はあんな感じでした。でね、またこうやってフリードマン出ちゃってますけどね、見れば見るほど欲しくなっちゃいますよね。はい、本日はいかがだったでしょうか。ですね、私のただ気になるだけのですよ、気になるアンプをですね見ていきました。フリードマンとマグナトーンですね、メインでは。まあね、やっぱ高いっすよ、高いんですよ、高いんですけれども、皆さん今までに3万円のエフェクターとか何回買ってきましたかっていう質問ですよ。果たしてそれに満足しましたかと私は問いたい。どうですか、アンプの歪み求めてないですか。私もそうです、本当に。だからね、やっぱりアンプあるとやっぱテンション上がりますよね。ただね、やっぱりアンプこんなんマジで家で鳴らしたらね、近所からクレーム来るどころか一気に大家さんに行っちゃうんでね。まあ最近はそのサイレントボックスとかで結構鳴らせたりね、もうそのままレコーディングできるクオリティで撮れたりもするんですよね。ほんと便利ですよ。あと、まあやっぱり家にアンプがあるってテンション上がらないですか。なんかこう憧れるじゃないですか、アンプヘッド持ってるって。憧れなかったですか、私だけですか。
か憧れたの。確実にだって満足の得られる歪みを得られるんですよ。満足の得られる歪みを得られるんですよ。ただね、やっぱり重いですけどね、そんな25、6キロとか25キロぐらいですか、20キロぐらいかな、20キロぐらいのやつもあるかな、そういうのもあるんですけれども、すごい重いんですよ。それはボスのね、何百グラムのエフェクターに比べたら重いですけど、やっぱりですね、それで得られた満足感とね、引いた時の気持ちよさってあるじゃないですか。そのジャーンってね、パワーコード引いた時のあのフェラーリのエンジン音みたいなやつですね。フェラーリのエンジン音聞いたことないですけど、あ、聞いたことあるか。でも東京だったら聞いたことありますね。私結構自転車乗るんですけどね、結構この車左に詰めてくるのはクソうるせえし、この車左に詰めてくるなと思ったら大体フェラーリかランボルギーニなんですよね。ああいうのってなんか車体広いじゃないですか、ちょっと普通の車より。なんで結構近づいてきてんなとか思ってですね、見てます。でしかもあの車体低いんで、このこっちチャリじゃないですか、こっちの方が上から目線でランボルギーニやフェラーリを見れるんですよね。もう完全こっち上からですよ。こっち見下してますから、見下してますってか見下ろしてますからね。もう本当にそういうのいいですよね、見下ろしてますからっていう。すっげえ今心の狭い話をしましたけれども、まあ心の狭いというか小さいね、心の小さい浅い話をしましたけれどもね、一台ぐらいね、皆さんもね、アンプあってもいいんじゃないでしょうか。こういうヘッドをですね、ヘッドのことですよ。ヘッドとサイレントボックスと、あとまあ、イヤホンとかですね。むしろ個人的には 10W とかの家で練習用アンプって、ああいうのちょっといらないと思うんですよね。あんな何 W であってもうるさいんですよ。何 W であってもうるさいし、やっぱギターだけの音を聞きたいんですよね。その、ジャカ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 っていうそのギターの生の音。生の音はなるべく聞きたくないじゃないですか。でもですよ、そんな家庭用アンプをですね、そんな生音が聞こえやんぐらいまで上げたらね、もう近所迷惑なんてもんじゃなくなっちゃいますので、そんなんだったらね、もう初めからアンプヘッドとサイレントボックスとかの方がいい音で練習できますし、一生使えますからね。もう死ぬまで、死んでも使えるから。本当にここまで考えたらもう実質タダみたいなもんじゃないですか。もうね、フリードマンもマグナトーンも実質タダみたいなもんですよ。そう考えていきましょう。そういう前向きな気持ちでね、行ってね、皆さんローン組んだらいいんですよ。ね、でね、もう払えなくなったらリボ払いにしたらいいんですよ。ね、もうさすがにそれはね、いけないですけども、まあいけないのかな、わかんないですけどね、人それぞれ頑張っていきましょう、それぞれでね。それでは、本日の動画よろしければぜひともチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。あとですね、 X とインスタグラムの方もやっておりますので、ぜひとも合わせてフォローの方よろしくお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんと8割脱線ですよね、今回。もう8割脱線の2割フリードマンとアンプですか、まあマグナトーン等について話しちゃいましたね。2割しか話せないかもしれないですけどね、まあよろしければね、チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いいたします。